こんにちは今今日ももよろししくくお願いいいます今回も前の話の話続き聞いてくださいねこういうのってね,あ,のねあんまり練習しなくていいねもうぶっつけ本番でいいね。うん、で,でやってるうちにどん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 リアルになっていくんでそして話して「うんなんかよくわかんないなと思ったらまた来るね」って言ってとりあえず「バイバイ」って言って一回帰る。 そして、また次の日とかその次の日とか1週間後でもいいからまたその続きをやる、うん、それを繰り返すんで、ね、一発であれだけボロボロになったであろうね15歳のしずかちゃんを癒してあげることそして未来のことを少し教えてね元気づけてあげることっていうのは一発ではできないと思うんで。 それを何回か繰り返すただ彼女自身のことを信じてあんまりその手取り足取りじゃなくてまあ10回寄り添ってあげたかったら4回ぐらいにしとくと <laughs>、うん、気持ちはもうせめて8回ぐらいは。 あの言ってあげたいんやけど、まあ、4回ぐらいだったらこの子は大丈夫だろうというふうにまあ信じてあげる。ね。やっぱり人から信じてもらうと人っていうのはその自信が出てくるね。そして信じた相手は誰かというと過去の自分なんやから。ね。当然静香ちゃん自身にも 今の静香ちゃん、現代の静香ちゃんにも人を信じることができるようになるトレーニングになるしありがとうございます何回会いに行ってもいいけどその時の自分を信じてあまりやりすぎないことも大事なんですねきっとあれもしてあげたいこれもしてあげたいって思って行き過ぎちゃう気がしますよね このことを聞いてセルフカウンセリングし直したらなんか今の自分自身も元気になってきました関連するブログ記事のリンクを下の説明欄に貼っておきますよかったら読んでくださいねチャンネル登録もぜひお願いします今回はこれで終わりますね深田静香でした